長生連は、加賀藩年寄り、加賀八課長家、第四代当主。漢文二年、前田家が老長連、大の着男元村寺の長男として生まれる。漢文七年八月、父元綱が、裏の事件に連座して、藩主、前田綱則の命で敗着となったため、祖父連、大の刑子となる。漢文十一年十月、祖父連、大の死去により、 100村尚訴し、3万3000国の相続が許された。同時に、鹿島藩軍を藩に収められ、代わって他の家臣同様に、加賀藩領内に散在する最中を与えられ、今日金沢に移した。長い絵は、朝連竜が織田信長から鹿島藩軍を与えられた経緯から、加賀藩の中で、例外的に求人の治療地支配が許されていたが、 これによりその特権を喪失することとなった。新しい最地は、改作法が導入されており、実習が大幅に減ることを考慮され、弟連邦にも別に、しむしる宣告が与えられた。上京2年3月、半死後期の幼女京姫をめとり、宣告の結晶殿を授かる。上京3年11月13日、一持ち組頭となる。元禄六年、意味な 次連から小連に改めた。これは、主君前武家の先祖、菅原道真を大財布に祖先させた、藤原時平の地の地を引んだためである。元禄九年正月、樹五位した、大隅守に条任。同年八月十一日、五大老に任じられる。元禄十六年九月十六日没。家徳は、弟連坊の次男高連が養子となって相続した。 ABCDEFGHIJKL 町連 3893P11 町連 3893P10。漢文12年、加賀藩が鹿島藩軍に改作法による検築を実施した結果、長氏支配時代の3万千国から5万5千石となった。従って実質的には倍近い増税となった。ありがとうございます。